どうも、トモヤテニスチャンネルのトモヤンです。 MJ です。今回は、MJ と埼玉県に来ております。はい、はい、なぜ埼玉県にいるかと言いますと、YouTube チャンネルでもおなじみのスピリッツインスピリッツインスピリッツインスピリッツテニスクラブさんの試合、草トーナメントですね、はい、に出場するということで来させてもらってます。どんなレベルかは全くわからないんですが、そうですね、オープン男子ダブルスということで、はい、MJ と頑張っていきたいと思います、はい、今ちょうど試合やってますので、どうぞ。はい、こんな感じで今試合しております。今日は MJ との、まあ、最終日ですね、はい、東京遠征という遠征の、はい、最終日、前日はちょっと YouTube の撮影で、はい、試合を6セットぐらいやりましたね。そうですね。でも、めっちゃしんどいっす。ヘトヘトになってからの今日また試合なので、ちょっと体力が心配ですが、はい、もう聞いての通りセミがみんみん鳴いております。めちゃくちゃ暑いっす。暑いし、なんか何もこう影が遮るものがないというか、はい、暑さに耐えて頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ではご覧ください。あなたは本大会において、当初の通り優秀な成績を収めましたので、その報告を出します。2019年7月28日、インスピリッツクラブ代表を抹消して以降、
はい、おはようございます。はい、ありがとうございます。おはようございます。まーす。じゃあ、優勝者コメントいただいてるので、まずコメントからお願いしてもいいですか。優勝、まあちょっとめちゃくちゃ長くなければ大体何でも。また関東に来た時はぜひ出場させてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。また関東に来たら、はい、ありがとうございました。よいしょ、ありがとうございました。試合なんですが、予選は1位で通過し、ポンポンポンと本戦も勝ち、無事優勝することができました。はい、ありがとうございました。まあ、決勝ね、なんと、ちょっと決勝戦、動画が撮ることできなかったので、まあ、ちょっと感想として、はい、正直言って、ちょっと危なかったです。危なかったね。疲れてましたね。またも、結果6号でした、決勝戦は。6ゲーム先取だったんで、はい、6号でしたね。はい、ポンポンポンと追い上げられたんで、まあ、よかったかなとは思います。はい。じゃあ、またね、はい、MJ と何か試合出て、はい、また優勝できたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。